ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、確率分布の中でも二項分布について解説していきたいと思います。で、この二項分布っていうのは何かっていうと、確率変数が、確率変数 X がベルヌーイ試行を N 回行った時の成功回数である時に、この確率変数 X が従う確率分布のことを二項分布って言います。このベルヌーイ試行っていうのは何かっていうと、まあ、成功か失敗しか結果が得られない試行、まあ、コインの表裏だったり試験に合格する落ちる、まあ、成功失敗みたいなような、この成功か失敗、まあ、日時の結果しか得られない試行のベルヌーイ試行で、これを N 回行った時の成功回数が X、 その時に従う確率分布が二項分布になります。で、どういうふうに表記するかっていうと、確率変数 X が、二項分布に従うっていう時はこのように二項分布の、まあ、N 回を行って1回あたりの成功確率が P の時の二項分布に従うっていうのはこういうふうに表記します。で、この時の確率分布の確率質量関数っていうのはこういうふうに NCX の P の、成功確率の X 乗、失敗確率の NXX 乗っていうふうに表されます。実際にこれをグラフにして書く時には、まあ、N が10、まあ、10回その試行を繰り返して、まあ、確率が 0.5 の時っていうのはこういうふうにちっちゃめでこう尖ったような確率分布になって、逆に試行を多くしていくと、多くすれば多くするほどこういうふうに滑らかな分布になっていきます。はい、それでは1つ目の例、この二項分布を使った1つ目の例について考えていきます。で、まず X をサイコロを10回投げた時に1が出る回数とします。この時確率変数はどういうふうに書けるかというと、二項分布、まあ、10回試行を行って10回投げて1が出る回数、この1が出る回数で1が出る確率っていうのは6分の1なので、まあ、その10回試行を行うと、で1回の試行あたりそれが成功する確率っていうのは6分の1の、まあ、確率分布、二項分布に従うって、こういうふうに表記できます。で、実際にこの確率質量関数を考えると、まあ、さっきの式の N のところに10を入れて、この成功確率のところに6分の1を入れるだけで、まあ、こういうふうに書けます。で、グラフで書くとこんな感じで、0の時は 0.16 とか、まあ、その辺で 1,2 ってこういうふうにグラフが書けますと。はい、続いて2つ目の例について考えていきます。 X を、まあ、30社受けて合格する会社数とします。で、まあ、1社受かる確率は10分の1って考えた時に、まあ、30社受けて1社あたり受かる確率が10分の1なので、まあ、こういうふうに確率変数 X っていうのは二項分布 N が30で P が10分の1に従うって、こういうふうに表記できます。で、実際に確率質量関数っていうのは、まあ、N に30代入して P に10分の1を代入してこういうふうに書けます。そうすると確率分布がこうちょっとこうこんな感じで滑らかな感じになります。まあ、実際はこの30社受けて合格する会社数、まあ、1社受ける確率の10分の1とか、まあ、こういう10分の1とかっていうのが分からない状態が多いので、まあ、ここをとりあえず P みたいな感じで置いてデータを取って推測したりでするわけです。いかがだったでしょうか。二項分布、二項分布っていうのは、まあ、ベルヌーイ試行 N 回を行ってそれの成功回数を X とした時の、その X が確率変数だった場合に従う確率分布として紹介させていただきました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。